はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドデトロ続きやっていきたいと思います。前回ね、早くもね、侵入できたんですけど、コアトルとかもそうですけどね。まあ、できたはいいんですけど、弱点としてね、かなりランクの高いっていうかね、まあランクないんですけどね、このゲーム。レベルの上がりがね、遅いんですよ。まだね、レベル7なんで、レベル7にしてね、次のレベルまで1091とか書いてますけどね。だから、まあ、ヤマタノオロチとスカイドラゴンでできるんですけど、まあ、こんなのをね、駆使してやってね、ちょっとレベル上げてたんですけど、まあ、前より弱いかな。おテリーか。待っておったぞい。C クラス以上受けることを王様が許されたぞい。大樹の代表になるには S クラスを勝ち抜くのじゃ。S クラスを勝ち抜いた者だけが大会に出場できる。いきなり S クラスを受けるのも許されておるぞ。では、どのクラスを受ける？まあ、順番に行こうか。お金ないんだ。そうだ。じゃあね、ちょうどいいとこあったわ。レベル上げもそうだけど、じゃあ今回このじゃんけんでいけるとこもあるよね。そうだね。お金かかるんだ。500か。これね。俺とじゃんけんで勝負しねえか。はい。よし、行くぞ。じゃんけん。お、グーだね。最後、グお前強いじゃねえか。よし、お前に褒美をやろうじゃないか。俺の兄弟のところに行ってみな。いいこと待ってるぜ。はい、兄弟のところに行ってみなということで、今窓ハンドでしたけど、テリーのワンダーランド 3D って魔王の手みたいなやつでしたよね。はい、旅の扉ができていると。ここはやばかったら戻りますけど、レベル上げるのにいいかもしれないね。ここクリアしてお金貯めて行ってもいいかも。あ、15回か。まあ、そこそこ強いね。C 以上だね、ここもね。敵がどんなものか。あ、メドーサボール。メドーサボール出てきたってことは、まあ、ヤマタノオロチ作る材料ですよね。まだ神竜が冷たい息なんでね。倒せなくないので、まあ、レベル上がるでしょ。378。オッケーオッケー。いいね。今回ここ回って C ランククリアして終わろうか。じゃあ次のとこ行けるもんね。うわ、これだけしかねえの。じゃあ15回あるので、じゃんけんで勝った先はね。で、骨付きもちょこっとあるので。うわー、ちっちゃい。さて、ここはどのぐらい強い？あ、グリズリー欲しいな。まあ、全部仲間入れてないので、もしかしたら入ってくれるかもしんない。お、いいね。入ったかな？もしかして。ダメかな？グリズリー入ってくればすげえ嬉しいんだけど。これを作ろうと思ってたのですけど、あ、ダメだ。グリズリー入れば、まあ、今、持ってるもので、スライムファングのとこ変えられるかな、もしかしたら。あ、ちょっと待った。ネミラマないのか。あ、ここですね、穴はね。せめてファングがね、ベホイミになってくれればいいんですけどね。今まだホイミなんで。貯めるは、いいや。まあ、1しか食らわなかったとしても、貯めたおかげで、ダメージ出るときもありますからね。の、キラースコップは初ですね。キラス。
キラースコップより先に神竜仲間入れてるってまず異常ですからね。作り方わかんなかったらまず無理なんで、まあ自分知ってるんでね、いいんですけど。まあ、こういうゲームで配信するとね、まあ自分作り方知ってるし、まあ最終的にね、一番最後の配合を作って終わったりするわけですけど、まあ順番的にやってるんでね。まあ神竜とかはちょっと順番じゃないけど、まあ雑魚キャラね、全部集めてからね、やっぱ作った方がいいかなとかも思うけどね。雑魚キャラの方がむしろ入りづらいものもあるので、まあそうやってるうちにね、何々と何々で何できますよっていうね、コメントばっかり来るのでね。まあそれは、そうなる前に、作ってたっていうのもありますけどね。だからもう、分かってますんで大丈夫ですんで、そういうのは。これとこれで、これ、侵入できますよって動画とかね、自分作りましたけど、まあ、それをね、先に言われちゃうことになっちゃうので、動画を作る意味がなくなっちゃうんですよね、そうなってくると。まあ、15階でもそんなに広くないね、ここね。広くないんだったら、ああ、肉あんな。こっち行き止まりかな？あんのか。ああ、あんのか。この下どうなんだろうな。微妙なんだよな。お、いいね。ちょうどいいね、お金も貯まるしね。侵入がせめてもう一段階強くなってほしいけど。あ、やった、ベホイミーになった。あ、仲間呼ぶはなんかあんま来なそうだから、いや、まあ羽スライムね、まあここで出てくるんですけど、まあ、作ってなかったとしたら、ここで仲間入れてね、あの、王妃様の、まあ、スカウト級ありますよね。それ、羽スライム最初連れていかなくて、次、キングスライムなんで、キングスライム確か後で出てきたと思うんですけど、そこでいいかなと思ってるんで。強いね、ここもね、そこそこね。おっとっと。マジかよ。もういけっかな、十分ね。ここを攻略して、あ、あったあったあった。減っちゃうか。まだ3分の1だね。500ゴールドって言ったよね。セーブしとけばよかった今。まあコアトルしとくか、戦闘。神竜ね、強いんだけど、レベル上がんないとね、さすがに他のキャラの方が先上がっちゃうから。あースラッピー欲しいけどね。ああ、先そっち行くか、やっぱり。スラッピーだけ出てくるのあっかな。まあ、お化けキャンドルも作ってんですよね。ただ仲間入んないわけではないので。あ、入っちゃった。おばでいいや。まあ、何かしら配合でね、やっときますんで。スラッピー出てきたね。
スライムファングと神竜一緒に作ったんですよ、自分。8766。ね、同じ経験値なのにレベルが倍違うっていう。だから、やっぱり9より18の方が強いけど、神竜が18になったらね、もっと強いと思うんですけどね。ただでも、ステータス違ったりするんで、お、いいのってね。今の店あったら高く出る。さて、1回しか出てこなかったね。6回ぐらいに出てきたんかな？スラッピー。経験値いいね、ここね。まあ、今までで一番難しいダンジョンですけど、間違いなく。旅の神父いてほしいですよね。そうそういいと思うんだけどね。こっちだったら嫌だもんな。あ、かまいたち。あー、いや、倒そう。どうかな。ああ、最後倒してくれたか。まあ、燻製使って入るかもしれない、もしかしたら。オッケー。かまさん。よし。いいね。新モンスターが1回で入ってくると。あとスラッピーだけか。今までのとこね、結構捕まえてきてますんで。ああ、出てくるね、結構。回復まずいな。MP つけちゃうな。一回出てまた入ろうかな。あ、いた。OKOK。倒せんだろ。ああ、マジか。さて、キラーエープ欲しい。全部入れてないわ。ああ、さっき言ってるし、やっぱり。ああ、キングコブラ。あ、入るかな。これ一応ドラゴン系なんだよね。入んなかった。くそ、使ったのに。まあでも入る可能性はあるからね。今何回？ 9 回か。お、あった。トラ。もし一番最後残ったらあれ使いますけどね。微妙。いや、ちょっと賭けだ。これで火を吐いてくれれば。そっち行くね。あ、倒しない。あー、マジかよ。そこそこ一番最後じゃないんだけど、スラッピーなんだけど、まあいいや。キラスコップ、入らなかったね。まあ一匹入ってっからいいけどさ。あ、もうないのか、肉。
まあでも、一回も入ってないやつね、起き上がって仲間に入る確率結構高いからね。今回ここだけで終わっちゃいそうだね。結構時間経ってますね。まあおかげさまで神竜が強くなったので、まだ9回。12、3ぐらい欲しいな、せめて。お、宝箱。アモルのミス。コアトル強いね、やっぱりね。よし、これ取って戻るか。かまいたち結構強いよね。ファングを命大事にするか。あ、モンベ褒美になった。あ、いいね、いいね。いいじゃないですか。じゃあ。ここがコアトルが回復できるものと変えた方がいいかもね。ああ、配合した方がいいかもね。使っちゃおう。ああ、ちっちゃいね。上だね。間違いなく自分右行ってから上行くけどね。使ってなかったら。また着く前に MP なくなったらやだな、これ。お、20。そういえば、ファング。スライムナイトとね、配合して、まあ、またスライムファング作ったんですけどね。でも、命令させるでいいか。あ、いろいろやるでやっちゃった。あ、違う違う、それをやってほしくなかったから。あ、風船ドラゴン。この風船、あ、ダメか。これ欲しいんだけどね。ここにいんのか、風船ドラゴン。風船ドラゴンで、自分作っ、あ、ガンガン行こう。よし、ラッキーですね。あんなとこにいるなんて。お、あ、お肉欲しい。もうあとは節約だね。あ、早かったか、あっち。これくらい痛くなかったからさっき攻撃したんですけどね。お、ドラクエ3の音楽。ということはって話なんですけどね。シャドウが全体化っていうね。どっちだろう。
左側に穴ないだろうな。あ、先だ先だ、よかった。あ、回復いる。いいね。しかもスラッピーがいるな。じゃあもうミスんないように。まさかね、右攻撃しないと思うけど、さすがに空気読むよね。お、肉もないよね。入るかな、入ってくれねえかな最後。オッケー、スラピ全部入れたね今のところ。あ、図書館行ったらもう50匹なってるよね。ちょっとさあガンガン、お、一番左も欲しいな。まあしょうがないか、肉がもうないからね。でも入る時もあるからね。よし、じゃあ右に穴があったんでボス倒して、 Cランクいけっかな。もうお金が525あるから行っちゃいましょう。上も当てて出てきたら嫌だから。あ、コアトル持っていかないと。はい、もしもし、そこの旅のお方、私はこの泉に住む精霊です。あなたの女仲間が泉に落ちましたね。助けに来て差し上げましょうか。はい、少しお待ちになってください。泉に落ちたのはこのお肉ですか。いいえ。そうですか、では少し待っていてください。これね、ドラクエ3自分配信してましたけど、スーファミ版かなこれ。では泉に落ちたのはこのおじさんですか。いいえ。では少し待っていてください。では泉に落ちたのは魔物はコアトルですね。はい、あなたは正直者です。落ちた魔物をお返しします。それと正直に言ってくれたご褒美にダンジョンエビを差し上げましょう。ただしダンジョンエビに勝てたらですわ。はい、ダンジョンエビ、こやつは大事にいかな。ここは、まあ、次のターンからでもいいけどね。でも攻撃、あ、遅いか。うわ強っ。でも遅いから先ってホイム使ってくれるか。この繰り返しでいいよ。神竜回復でいいかな。そうだね、神竜回復だ。いやー違うんですけど、まあ大丈夫ですね。尽きない限りは倒せるんで。もうちょっと行けますねこれね。まあなんか聞こえたな外から。あ、大防御。命令させろでいいかな。攻撃の方が強いもんね、ファングの。まあ倒せると思いますけど、なんかやばいね、MP 尽きてきたけど、多分倒せると思いますけど。置けました。はい、エビル、これもね、ちょっと取っときますね。お疲れ様です。元の世界にどうぞお戻りください。やった。これでランク C ランク、おお、テリオ、ダンジョンエビを倒したか。なんと、どっかともなく声が聞こえてきたというのか。
大丈夫かテリーよ、どこかで頭をぶつけたのか。それ言い過ぎ。そうじゃテリーよ、たまには国の者と話しておるか。町にはメダルおじさんという気の良い男がおるそうな。小さなメダルが好きらしいから持って行ってやるべきじゃ。それでは忙しいのよ、わしは失礼する。いそ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 。はい、ということでね、まあちょっと長いダンジョンでしたけど、神竜がおかげさまで強くなりましたので、これで C いけるね。いきなりやろうと思ったけど金なくて正解だったね。はい、あとはお金があるので、まあ回るのもいいけどその後でいいか。はい、じゃあ次回こそね、まあ一番最初行きそびれた格闘場行きたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターもなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。